たずらハムスターのコロコロ忍法術、忍法に忍術玉、忍術玉で、こっちがくるくる忍法帳というものを買いました。紙でできたボールの中に餌を入れて、ちょっと穴が開いてるから、その匂いで気づいて噛んでストレス解消になるのではみたいなものです。でこっちの方が餌をのり巻きみたいに巻いて、まあ匂いがここから漏れるから匂いで気づいて頑張ってかじる、でストレス解消になるみたいな。一応なんかここに説明書いてあるんですけど、菜食エンリッチメントがなんちゃらかんちゃらって書いてあるんですけど、ここに書いてあることをまあざっくり言うと、その野生は本来その餌を取るために動き回ったりとかするんだけど、飼われてる動物は苦労しなくても飼い主が餌を与えるから、もうそれではいかんとなんかそういう感じの、わそういう感じのことが書いてあります。今日はですね、ちょっとこっちの方だけやろうかなと思います。これはまた後日。もう組み立てられてる。4つ入ってます。ただこれ結構作りがしっかりしてて、なんかハムスターリスでちょうどいいんじゃないかなっていうぐらいの硬さですね。ハムスターだとこれ結構苦労するんじゃないかな。飼われてる動物は苦労しなくても飼い主が餌を与えるから、もうそれではいかんと。ハムスターだとこれ結構苦労するんじゃないかな。でここにあの餌を入れると、マメタはこれで、え、Thank you.
まあ。